セルシオはトヨタ自動車より1989年10月から2006年5月にかけて販売された高級ウセダンである。日本国外では同社が展開する高級車、ブランドレクサスのフラグシップモデル LS として販売される一方、日本では国内向けの仕様変更等の上、日本名セルシオとしてトヨタブランドで販売された。2005年からは日本国内でも レクサスブランドの展開が開始され、2006年9月には、セルシオの後継車種にあたる新型 LS を発売。取扱店も、レクサス店に完全に移行され、セルシオの名称は消滅した。レクサス LS1989 年、トヨタがアメリカ合衆国を主要マーケットとして新たに立ち上げた高級車、ブランド、レクサスの最上級車として ES とともに、 初代モデルが発売された。従前、北米の高級車市場は、キャデラックやリンカーンといった、米国メーカーや、メルセデスベンツや BMW といった、西ドイツメーカーの独断場であり、あくまで大衆車の息を出なかった、日本車メーカーが割って入る余地はないと思われていた。しかし、トヨタは1980年代初頭から徹底した、マーケティングを行った結果、タワットをする。 快適性、高品質を追求することで新規参入の余地はあると判断。初代 LS の開発がスタートした。1989年に発売された LS は北米マーケットで人気となり、レクサスブランドの石を築くきっかけとなった。そして同年10月、日本国内でもセルシオの名で販売を開始。本来ならトヨタの伝統的車種、クラウンがあるほか。 日米における思考性の差異を考慮して、日本導入は見送られるはずだったが、折しもバブル景気の最中であり、日産、シーマが爆発的なヒットを記録するなど、国内の高級車マーケットが拡大傾向にあった中、クラウンでは満足できなくなった顧客層の要望に応えるために、クラウンとセンチュリーの間に位置する新しい車種として発表された。そのデビュー時、 新聞では二面広告が打たれ、セルシオを用して、新しいトヨタを大々的に宣伝した。ショーファードリブンが前提のセンチュリーを除くと、当時の日本車の中では最高級車に位置づけられていた。UG エンジンを搭載し、車両形式名が XF であり、トヨタの形式では ZX イコール C となることから UCF から始まるものとなる。 形式は UCF-10、11.20、21.30、31が存在し、0で終わるものはコイルサスペンション装備、1で終わるものはエアサスペンション装備の車両である。1989年10月9日に販売が開始された。エンジンは V8.4、000cc を搭載し、これは同年8月にクラウンのマイナーチェンジで追加された4000。 ロイヤルサルン G に搭載のエンジンと同じである。装備の違いで ABC の3仕様が存在し、C 仕様が最上級グレードである。楕円型を組み合わせたデザインのトヨタ CI マークを最初に装着したモデルである。サスペンションは前後ダブルウィッシュボーン式で A 仕様と B 仕様はコイルサスペンションを装備した。B 仕様には 路面状況によりダンパーの減水力が通常、走行時のハードの設定から瞬時にソフトに切り替わる電子制御サスペンション、ピーゾテムズが装備された。C 仕様には乗り心地がさらにスムーズになる電子制御エアサスペンションを装備した。この仕様には後席の居住性を重視した F パッケージが存在し、センチュリーのようなショーファードリブンとしての使用視野に、 入れたものである。最下位の A 仕様をオーナードライバー向けの仕様としたが、売れ筋は C 仕様であり、これは中古市場でも普遍である。この ABC という基本グレード構成は、セル仕様のアイデンティティとして3代目まで受け継がれた。なお、車体に貼られるエンブレムには、グレード表記はなされず、既存国産車と試行をことにする点の一つである。 また、日本車としては初めて自発光式メーターを採用した。その後、自発光式メーターは、従来のデジタルメーターに代わって高級車を中心に多く採用され、現在は、軽自動車や商用車までに広く普及するようになった。メーカーオプションでは、カーオーディオに再生専用のダットデッキを選択することも可能だった。ダットデッキは三菱電機などの一輪の、 ダットチューナーではなく 2D のダット、コンパクトカセットチューナーであった。1991年1月には、サイドドアビーム、シートベルトオーニングを全車に、標準装備した。1992年8月には、マイナーチェンジが行われ、後期モデルに移行。16インチホイールとブレーキローターの採用、助手席、エアバッグや GPS カーナビゲーション対応の、 エレクトロマルチビジョンのオプション設定など、実用的な装備の充実や細部衣装のリファインに、止まり、外観の大きな変化は、インチアップに伴うアルミホイールの衣装変更と、リアエンブレムで、トヨタの社名エ字ジ表記が省かれ、CI マークと社名の2点のみとなった程度である。なおその他に、後期から、ハイマウントストップランプの変更。フロントグリルの格子形状の変更。 サイドステップパネルの大幅な形状変更。前後バンパー下の同色ペイントなどが行われている。また前期に採用されていた熱線反射式フロントガラスが警察当局からの指導でなくなっている。1993年8月一部改良。前者の外反に塗膜内部の結合力を強め科学的安定性を向上させた。 新開発の塗料を採用した。1994年9月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1994年10月に2代目と入れ替わる形で販売終了。販売終了前月までの新車登録台数の累計は115,444台1994年10月に登場。バブル景気崩壊後の円高の加熱から、 初代モデルはメインマーケットである北米で価格上昇を余儀なくされ競争力を失いつつあり発表から5年でフルモデルチェンジに踏み切った外観は初代のスタイリングを踏襲し素人目には新旧の違いはわかりにくいものであったが車体の骨格であるプラットフォームの改良を行いオーバーハングを切り詰めた結果最小回転半径を縮小し またホイールベースを延長し鉱石居住性も改善された。初代で不満の多かったブレーキ性能もフロントにアルミ製対向4ポットキャリパーを装備するなど内容の変更は大きいものであった。エンジンは引き続き V8.4-000cc の一 UGFE 型を使用パーツの見直しなどによる 5PS の出力向上と 最大 110kg の大幅な車両軽量化を達成し、動力性能を向上させた。販売グレードも ABC 仕様のパッケージが受け継がれた。しかしながら、マイコンプリセットドライビングシステムや、リアウィンドウの合わせガラスの設定がなくなるなど、製造コスト削減の影響を少なからず感じさせるモデルでもある。 1996年8月の小変更では、マイコンプリセットドライビングシステムが再設定された、ほか、助手席肩口のパワーシートスイッチが新たに設定された。安全性も向上し、衝突安全ボディ、コアを採用したほか、運転席、助手席のサイドエアバッグを標準装備した。また、A 仕様と B 仕様には、欧州仕様のユーロチューンドサスペンションを採用した。 ER バージョンが追加設定された。ER バージョンにはホンガーシートとサンルーフが標準装着される。1997年7月にマイナーチェンジを行い後期型へ移行。フロントデザインは刷新された。フロントグリルとヘッドライトを独立させ、ヘッドライトは従来のハロゲンランプに代わってオートレベライザー付きディスチャージランプとなった。 エンジンも VVTI の採用により、最大出力が前期型の 265PS から 280PS へ向上したほか、AT も4速から5速へと変更、動力性能と環境性能を向上させた。特筆すべきは安全装備の充実で、6つのエアバッグは元より、横滑り防止装置、緊急ブレーキ操作を補助する、ブレーキアシスト、プリテンショナー&、 フォースリミッター付きシートベルト、助手席、シートベルト被着用警告等を採用。高速道路などでの使い勝手を向上したレーダークルーズコントロールがオプション設定。また多発する盗難対策としてエンジンイモビライザーが標準装備された。1998年8月一部改良。ナビを従来の CD 方式から DVD 方式に変更。 新開発の腕機感知ワイパーをオプション設定した。1999年4月にセルシオは発売10周年を迎え、初の特別使用車としてテンスアニバーサリーが発売された。C 仕様および B 仕様、ER バージョンをベースに従来のトーニングカラーに加え、専用のモノトーンカラーが用意された。その他には p b s のホイールや専用色の木目パネルが、 装備された。2000年7月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。2000年8月に3代目と入れ替わって、販売終了。販売終了前月までの新車登録台数の、累計は144,315台2000年8月に、登場。エンジンは V8.4、300cc の 3UGFE に変更された。外観デザインも、 仙台までとは大きく変わり、曲面を多用した優雅な印象で構成されている。同時に、ドアは仙台までのプレス式から、一転、後部ドアに三角窓のつく、サッシュ式となった。このモデルで、電子制御機構が大幅に増加、すべてのドアに Easy クローザーが装備され、従来のワイヤレスドアロックの発展版である、スマートキーシステムが選択できるようになった。 環境性能にも力を入れ、排気ガスはセラミック触媒を用いることで平成12年規制よりさらに75%低減、空力面でも当時の市販車では世界トップとなる CD 値イコール0.25を実現した。内装デザインは高級ホテルの客室を参考にし、シートはブリティッシュエアウェイズと日本航空のファーストクラス用シートを参考にした。仙台同様、 グレード構成は A 仕様、B 仕様、C 仕様の3仕様が展開されており、パッケージオプションとして A 仕様、B 仕様には ER バージョンが、C 仕様には F パッケージ、インテリアセレクション、F パッケージインテリアセレクションがそれぞれ設定された。カーオーディオには北米の伝統メーカー、マーク・レビンソンとのコラボレーションによるマーク・レビンソンプレミアムサウンドシステムが、 オプション設定された。2001年8月一部改良。エアバッグ展開に伴う副作用を軽減するデュアルステージエアバッグを全車に標準装備した。また旧スピーカー、オーディオと電動リアサンシェードの標準設定を拡大した。2003年8月にマイナーチェンジを行い、後期型へ移行。ヘッドライト、ボンネット、フェンダー、トライクリッドなどすべてが 新デザインとなった。同時に、リアコンビネーションランプに LED を採用するなど、新鮮味もプラスされた。それに伴い全長は5メートルを超えた。また、AT が5速から6速になり、10.15、モード燃費が従来型の 8.2kmL から 8.9kmL へ向上した。なお、このマイナーチェンジを機に、従前のグレード構成や、 パッケージオプションが見直され、中間グレードであった B g o や A g o B g o に設定されていたパッケージオプション、ER バージョンは廃止された。一方でこれらの廃止されたグレードやパッケージオプションと入れ替わる形で、新たに中間グレード、ER 仕様が追加されることとなり、マイナーチェンジ後のグレード構成は A 仕様、ER 仕様、C 仕様の3仕様。 パッケージオプションとして引き続き C 仕様には F パッケージインテリアセレクション F パッケージインテリアセレクションが設定された。安全装備ではミリ波レーダーを使用したプリクラッシュセーフティシステムがオプション設定され、エレクトロマルチビジョン装着車には光ビーコンビックスとバックカメラも標準装備。またアルミホイールのインチアップも行われ、A、C 仕様は17インチ55。 扁平タイヤ ER 仕様は18インチ45。扁平タイヤにサイズアップ。2004年2月平成17年基準排出ガス50%低減。新を全車で達成。2004年7月一部改良。排出ガスをよりクリーン化することで、平成17年度基準排出ガス75%低減レベル。平成22年度燃費基準を達成した。 2003年2月、トヨタ自動車は2005年より日本国内でもレクサスブランドを展開することを発表。セルシオの名称は廃止され、後継モデルは日本国内でもレクサス LS としてレクサスブランドでの販売に移行することとなった。2006年5月に販売終了となり、セルシオの約17年間の歴史に終止符を打った。しかしながら、 製造に関しては2006年6月30日まで行われていたことに加えて、大阪とヨペットをはじめとした一部のチャンネルは最終在庫の買い占めを行っていた。そのため新車登録が8月から11月といった貴重な車両も存在し、後継の x f 4 0系登場直後に関しても、わずかながらであるが、セルシオの新車登録が行われていた。 販売期間中の新車登録台数の累計は106,518台。セルシオの販売終了に伴い、トヨタブランドにおけるパーソナルカーとしてのフラグシップモデルの地位は、マジェスタが受け継ぐこととなった。セルシアの社名は、ラテン語で、史上最高の意味を表すセルサスの比較級セルシアの英語読みである。なお、トヨタホームはかつて、 セルシオを冠した高級分譲マンションを手掛けたことがあった。ありがとうございます。